いやーよかったよ。本当にマジで終わんないかと思ってたんですよ。本当に。ありえないぐらいの課題を溜め込んでいたんです、私は。一生、11月だな。1枚もやってないな。ってずっと思ってて。12月になってからも、12月、最低値期間あるな。最低出期間って言っちゃってる。ごめんなさい。すいません。最低出期間って言っちゃってる。あ、すいません。本当に。最低出期間なんです。すいません。本当に。あの、年末にね、今まで出せなかったら出すんですよね。やっぱり。やばい、最低出って言っちゃった。恥ずかしい。すいません。まだそこまで出したらいいんですよ。まずね、1ヶ月に2回ぐらい出すのがあるんですけど、それはね、その時によるんですけど、7枚ある時とか3枚4枚だけの時とか、3枚4枚の時は、まあ、出してたりしたんですけど、7枚の時とかもうね、2枚ぐらいしか終わらせられなくて、やばいやばいって。そしたらどんどん溜まっていくわけじゃないですか。それがね、そう、それをまとめてしました。はい、やっぱね、リハとかがね、たくさんあるとね、できないかったりする。すいません。でも出したからね。出したから結局。これで単位をもらえますので。はぁ、一安心です。いや、まだテストが残ってるから、まだテストがあるんですよ。それを赤点回避すれば、卒業ということで。私、今年分のレポート明日までだ。ダメだよ、ショールームみちゃ。ダメだよ。ダメだよ。まあでも息抜きにならね、見ていいけど。頑張ってね。やばいよ。